アルファユニバースをご覧の皆さん、フォトグラファーの前山秀和です。 CP プラスが中止になったせいで、直接皆さんに好評を伝えられなかったということで、ビデオでほんのちょっとおしゃべりさせていただきます。メインがポートレート部門、あとニューカマーと、カンピオーネの部門を、審査させていただきまして、ポートレートに関しては僕は結構たくさんの人の写真を見る機会もらっていまして、そんな時とそんな他の時とどうかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと新鮮でしたね。他の時に見るよりもなんか癖がないというか、ストレートに撮ってる写真が多かったような気がします。あとニューカマーもなんか、視点が面白いというか、ちょっとすごい楽しめました。でカンピオーネは本当に上手な方がたくさんいて、なんか心に響く絵柄が、たくさんあったと思います。そして、最後になんとなくの僕のいつも選ぶ基準だけ一つ言わせてもらうと、ですね、みんなが多分撮影行くときに、見たことない風景見たり、人を撮ってる人は見たことない表情を見たり、ちょっとドラマチックで面白いシーンを見たりするとドキドキすると思うんです。それは見たことないものを見た時に起こる感情だと思うんですけど、僕らはもう審査する場に立って写真を拝見します。で写真を見た時に同じものを求めるんですね。やっぱり見たことないとか新しいとか、なんかただの斬新だけじゃダメなんですけど、心に響く何かがグッとくるっていうか、やっぱりなんか感動をしたい、感動を伝えるっていうことを重要に考えてるんで、そういう選び方をさせていただいてます。また皆さんの写真を見るチャンスがあると思います。ぜひまたまたワクワクさせてくれる写真を期待しますんで、頑張ってください。まだコロナの対策長く続くかも思いますが、みんなで頑張りましょう。はい、ではまたお会いできるのを楽しみにしております。では前山でした。